第9代リッチモンド公爵第8代リッチモンド公爵チャールズ・ヘンリー・ゴードン・デノックスはイギリスの貴族、政治家。出生から1903年にかけては、セトリントン教を1903年から自身が釈利を継承する1928年にかけては、マーチ伯爵をそれぞれ儀礼称号として用いた。教会ボックスグラブプライオリにある八代公とその息子のメモリアル。 マーチ伯爵、チャールズ・ゴードン・レノックスと前妻エイミー・メアリー・リッカードとの長男として誕生した。イートン校に学んだ後、オックスフォード大学、クライスト・チャーチ・カレッジに進学した。1895年から1898年にかけて、マレーシア党官を務めた。1899年から翌年にかけて、ボーア戦争に従軍、同年12月には、 自責参謀の地位を得た。同戦争中の1900年には、在南アフリカ陸軍総司令官たる、フレデリック・ロバーツ将軍付副官に任じられた。同年には、ことこを勲章を受勲した後、1905年には、ロイヤル・ビクトリア勲章をお上されている。第一次世界大戦直前の1914年7月8日に、サセックス・ヨーマン連隊付中佐に昇進している。 1928年に、父より、リッチモンド公爵を含む9つの爵位を継承した、後、1935年に64歳で死去した。長男は、溶接、次男は、第一次世界大戦で戦死していたため、爵位は三男フレデリックが相続した。1893年6月8日に、ヒルダメイドライン・ブラッシーと結婚して、三男二女を設けた。 ありがとうございます。